F1 マシンの驚異的なスピードとコーナリング性能、その裏には緻密に設計された技術が隠されています。その中でもマシンの安定性を支える重要な要素の一つがサスペンションの仕組みです。特に今回はそのサスペンションの中でもプッシュロッドという特殊で高度なテクノロジーに焦点を当てます。この設計は単なる車両の一部ではなく、エアロダイナミクスやタイヤの接地性を左右する、いわば F1 マシンの心臓部ともいえるものです。ではなぜ数ある選択肢の中でプッシュロッドが多くの F1 チームに採用され続けているのか、その秘密に迫りながら、この技術がどのようにレースの結果を左右するのかを探っていきましょう。プッシュロッドとは、プッシュロッドサスペンションはロードカーにはほとんど見られない特別な設計です。これは主にモータースポーツや一部のスーパーカーで採用される技術であり、その目的や特性は一般の乗用車のサスペンションとは大きく異なります。 F1 マシンにおけるプッシュロッドは極限の空力性能を追求した特化型の設計です。このシステムではホイールにかかる上下方向の力がプッシュロッドを通じて斜め方向に伝達され、ダンパーやスプリングが配置されたシャシー内部のサスペンションシステムに力が分散されます。この構造によりタイヤの接地性が最大化され、コーナリングやブレーキング時の性能が大幅に向上します。さらにプッシュロッドの斜め配置は空力的な抵抗を最小限に抑えるだけでなく、車両の重心を効率的に管理する設計としてエアロダイナミクス性能にも大きな貢献をしています。またサスペンションが路面の凹凸やドライバーの操作に応じて荷重をリアルタイムで調整することで車両挙動をきめ細かく最適化します。 F1 のような競技ではこうしたミニ単位の調整が数分の1秒のタイム差を生み出し、レースの勝敗を決定することもあります。このプッシュロッドの仕組みこそが F1 マシンを極限のパフォーマンスへと導く鍵なのです。スポーツ仕組みの詳細、プッシュロッドサスペンションの構造を詳しく見ていきましょう。 F1 マシンでは走行中のホイールには非常に大きな上下方向の力がかかります。この力はホイールからプッシュロッドに伝えられます。このロッドは斜めに配置されており、力をシャシー内部に向けて伝達します。伝達された力はダンパーやスプリングに到達します。この2つの部品はサスペンションの心臓部ともいえる存在で、ダンパーは振動を吸収して車体の安定性を保ち、スプリングはタイヤの路面への接地を維持する役割を果たしています。特に F1 のような高速で走行するマシンにおいては、サスペンションが単に振動を吸収するだけでなく、車高や車両の姿勢を細かく調整することが求められます。プッシュロッドの仕組みはこれを可能にしています。例えば荷重がかかった時にロッドの角度が変化し、エネルギーを効率的に分散させることで車高を一定に保ちます。またこの構造の利点として、内部のサスペンション部品をシャシー内に収めることができます。これによりエアロダイナミクス性能の向上が図られます。車両の外部に露出する部分を最小限に抑えることで空気の流れがスムーズになり、ダウンフォースを最大化する効果があります。そして最後に重量配分の観点です。シャシー内に部品を集中させることで車両の重心を効率的に管理し、ハンドリング性能を高めることができます。プッシュロッドの設計はこれらの要素を全て満たす非常に洗練された仕組みなのです。プッシュロッドのメリットと課題。プッシュロッドの最大のメリットはサスペンションの位置を高く保つことができるため、エアロダイナミクス性能を最大化できる点です。この構造はサスペンション部品をマシンのシャシー上部に配置することで空気の流れをよりスムーズにし、フロントウィングやアンダーフロアによるダウンフォース生成を効率化します。特にフロントサスペンションに採用されることで、フロントウィングのデザインと連携した空力性能の向上が期待されます。しかしプッシュロッドには課題もあります。サスペンション部品が高い位置に配置されるため、マシン全体の重心が上がりやすくなります。重心が高くなるとコーナリング性能に悪影響を与える可能性があり、設計全体でのバランス調整が非常に重要です。現代の F1 マシンではエアロダイナミクスと車体の動的バランスを精密に管理する技術が進化しているため、この課題は一定程度克服されていますが、依然として設計者にとっては重要なテーマです。またリアにはプルロッドが使用されることが多い理由にも触れましょう。リアではギアボックスやエンジンの配置により部品を低く配置できるため、プルロッドのメリットが活かされやすいのです。一方でフロントにプッシュロッドが採用されることで、前後のサスペンションの役割が明確に分けられ、チームがより柔軟な設計戦略を展開できる点も注目すべきポイントです。プッシュロッドとプルロッドの違いを比較すると、それぞれが持つエアロダイナミクス特性や重量配分の利点がどのようにマシンのパフォーマンスに影響するかが分かります。これが F1 の面白いところでもあり、各チームの独自性が現れる部分です。実際の活用例。
この構造はエアロダイナミクス性能を最大化しつつ、サスペンションの役割を効率的に果たすために最適化された設計です。各チームはそれぞれの設計思想に基づいてプッシュロッドを独自の形で活用しています。シャシー設計と空力性能のバランスを追求しながら、サスペンションアームの形状を工夫し、フロントウィングやアンダーフロアの空気の流れを最適化することで競争力を高めています。さらに新しいシャシーデザインの導入とともに、プッシュロッドの動きをタイヤの挙動と密接にリンクさせることでトラクション性能を向上させる工夫も行われています。最近ではプッシュロッドをさらに細くし軽量化する技術が開発され、これにより車両全体の重量を抑えつつ剛性を保つことが可能になりました。またサスペンション内のダンパーやスプリングの配置にも工夫が施されており、メカニカルグリップとエアロダイナミクス性能の両面で向上が図られています。このようにプッシュロッドサスペンションは F1 の設計思想の中で非常に重要な役割を担い続けています。それぞれのチームが独自のアイデアを取り入れ、プッシュロッドの可能性を最大限に引き出しているのです。今回は F1 のプッシュロッドサスペンション、その仕組みと魅力についてお届けしました。このテクノロジーがどのように F1 マシンのパフォーマンスを支えているか、少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。モータースポーツの世界では技術の進化が常にレース結果を左右します。このような革新的な設計がドライバーにコンマ1秒のアドバンテージをもたらし、観客にとってもエキサイティングな瞬間を生み出しています。ぜひ皆さんもこの技術がどのようにレースを変えているか、どのようにチームごとに生かされているか想像してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。